スーセントマリー運河左、カナダオンタリオ州、スーセントマリー右、アメリカ合衆国ミシュガン州、スーセントマリーシーズン最後の船スーセントマリー運河は、スペリオル湖とヒューロン湖をつなぐ運河。アメリカ合衆国とカナダの国境を流れる、セントメアリーズ川の両側に掘られている。運河は、アメリカ合衆国では、スロックス、カナダでは、スーエスティーイ、マリーエカナルと、それぞれ呼ばれている。 セントメアリーズ側の落差7メートルの急流を避け、二つの湖の高低差を克服して、船舶の航行を可能にするため、運河にはパナマ運河などと同様に肛門が用いられている。アメリカ合衆国側運河には4つ、カナダ側運河には1つの肛門が設けられている。スーセントマリー運河は世界で最も交通量の多い運河の1つで、 年間約1万2000隻の船舶が通行する。五代湖、セントローレンス川の氷結のため同水路上の水上交通が行われない冬季。毎年1月中頃から3月にかけては、スーセントマリー運河の拷門は休止となる。休止期間中には、主に拷門の検査やメンテナンスが行われている。運河の南側には、ミシガン州,州スーセントマリー、 北側には、オンタリオ州スーセントマリーの街がそれぞれ広がっている。ミシガン州スーセントマリーは約1万6000人、オンタリオ州スーセントマリーは約7万5000人の人口を抱えている。この二つの街は、スーセントマリー国最強で結ばれており、運河とセントメアリーズ川を自動車で越えることができる。橋の南詰めは、アメリカ合衆国の週間高速道路、 アイマイナス75の北の終点となっている。19世紀のスーセントマリー運河、アメリカ合衆国側の2 6トルの運河には4つの校門が並列して設けられている。スーセントマリー運河を通行するほとんどの船舶は、こちらを通る。アメリカ合衆国側の運河の正式名称は、ストリートメリーズフォールズシップカナルというが、スロックスという通称で呼ばれることの方が多い。 運河はアメリカ合衆国陸軍公平司令部の管轄下に置かれている。アメリカ合衆国側の最初の校門が設けられたのは1855年5月であった。なお予算がまだついていないが、デイビス校門とサビン校門に代わる新しく大きい校門を設置するプロジェクトが持ち上がっている。新校門はそれぞれの旧校門の内部に建てられる予定である。 毎年6月最終金曜日には技術者の日と称して普段は安全面への配慮から立ち入り禁止になっている肛門の内部を一般に公開している。この一般公開の日には見学者はマッカーサーポーノに肛門を通行する船舶を近くで見ることができる。カナダ側運河の肛門カナダ側にも長さ 1.6km の運河がある。カナダ側の運河の肛門は一つだけで 最初の校門は1895年に完成した。1987年に、この最初の校門は壊れ、1998年に建て直された。新しく建て直された校門は、長さ77メートル、幅15.4メートル、水深3メートルで、アメリカ合衆国側の4つの校門と比べるとかなり小さい。そのため、 カナダ側の運河は主に観光ツアー用や娯楽用の小型の船舶を通行させるためにのみ使われ五大湖セントローレンス川水系における水上交通の主役である鉄鉱石や穀物等を積んだ大型の船舶はすべてアメリカ合衆国側の運河を通っているカナダ側の運河は国定史跡に指定されている周辺は公園として整備されており 観光名所の一つとなっている。アメリカ合衆国側の運河とは異なり、校問や通行する船舶を間近で見ることのできるスペースも設けられている。下記にはガイド付きのツアーも開催されている。ありがとうございます。